古川たけしの人生を変える習慣化。この番組は習慣化、コンサルタントの古川たけしがあなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く、音声発信を心がけています。 どうもこんにちは。えー、週刊科コンサルタントの古川です。えー、週刊科オンラインサロンという中で配信している15分ぐらいの、まあ10分か15分ぐらいの音声が毎日配信してるんですけど、まあその中からですね、えー、の配信をピックアップをしたいというふうに思います。それでは、その音声を引き続きお聞きいただければと思います。どうもおはようございます。週刊コンサルタントの古川です。えー、今日もですね、シンプルだけども波及効果の大きい 習慣ということで、二、えー、つ目ということでですね、えー、紹介をできればな、というふうに思います。二、えー、つ目、私が、うん、私がこれすごく重要だと思うのは、えー、やはり、瞑想、ということです。で、これ、その、ジョン・キムさんという、結構その、韓国の、お、ま、出身の方で、ま、 結構自己啓発本とかもですね、まあ、あの、たくさん書いてて、あの、すごい、えー、知恵のある、人ですけども、あの、彼も、やっぱり言ってたのは、その、人生を決定的に変える習慣が自分にとって一個、何だったかと、一個だけっていうふうに言われたら、それは、もう、間違いなく瞑想だ、ということを、まあ、語っていて、で、 もう単純に私も共感しました。で、私ももう、これを瞑想はですね、えー、7、8年ずっと続けてます。で、あの、必ず毎日、えー、ではない時もありますけれども、ん、その、ほぼ、やってます。で、この瞑想については、人によって意見分かれるんですよね。で、やっぱりその、こう、心の静けさみたいなものを、 まあ、がっつりと作ってから、あの、スタートしたい人にとっては、まあ、私なんかですね、特にその内向性が強い私なんかっていうのは、あの、朝起きてから、シンプルに心を、こう、めるって言ったんですかね。こう、平和とか静けさモードに一回、スーッとこう、入ってから、一日を始めるとですね、もう、びっくりするぐらい、あの、 心持ちが変わるという感じですかね。なので、えっ、ー、と、瞑想っていうのは私はやってます。で、多分瞑想を続けてらっしゃる方は同じような感覚を持ってらっしゃると思うんです。で、私がやっててやっぱ思うのは、瞑想しない人する人っていうのがもう歴然と効果が違うなというふうに思うのは、えー、その瞑想を別にしなかったからといって、1日2日でそのなんかガチャガチャするっていうことはないんです。 で、ただ、その部屋が散らかっていくのと似たような感じで、その、ふと気づくと、なんか部屋にいてもなんか落ち着かないなと、なんかザワザワするなみたいな風に、こう、例えばなったとしますよね。で、そうすると、部屋をふと見てみると、いろんなものが散らかってると、例えば本が散らかってたりとか、 なんか、えっ、ー、と、服が脱ぎっぱなしになってたりとか、なんかペットボトルが置いてあったりとか、そういうふうにしてあると。視界のところに置いても、まあ書類が置いてあったりとかなんとかすると、全体的に目の前に、こう、現れてくる、その、物の点数みたいなものですよね。物の数みたいなものが、増えてるんですよね。微妙に。えー、例えば、うんなんか、こう、部屋に置いてるライトみたいなのも、 こうしまわれずにあったりとかして。で、それって、一個一個は実は気にならない、あの、そんなに特段気になるわけじゃないんですが、その目の中に入ってくる情報が、十、えー、10、20、30、40、50というふうに、どん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 と増えてくると、なんやかんやノイズになってるんですよね。で、ノイズという言葉が多分ぴったりだと思うんですけど、そのノイズがすごく多い時っていうのは、 意識が結局そこに散漫になっていってしまうで目の前に入ってくる情報がもうシンプルに1個しかないみたいな状態とノイズがごちゃごちゃある時っていうのは心の平和とか集中の質みたいなのが変わってくるんじゃないかなと思います例えばデスクトップを見てたとしますデスクトップにいろんなものがこうガチャガチャと置かれてたとしますよねでそうすると画面見ててもなんだかんだ ガチャガチャ感があって、ええー、落ち着かないみたいな感じってあるんじゃないかなと思います。ところが、フォルダーっていうものを整理して、もうデスクトップに行こうというふうにスポット、ええー、いうふうにしてあるとですね、それはまるでその Google のトップページみたいな感じで、非常にこうシンプルになっていて、ええー、他のものにこう気がそぞろにならないって言ったんですかね、集中できるというふうな、ええ、ことになるかなと思います。特になんですが、これはまあタイプ的におそらくその、 内向性、外向性みたいなところで、えー、があると思います。あの、外のリズムに、こう,う、こう、刺激とか、外からの、こう、用事とか、えー、連絡とか、えー、外的刺激ですよね。まあ、そこにこう、反応して、えー、一日をスタートしても、全く気にならない。うん、むしろ、あの、それは別にとても自然で、ストレスにならないタイプと、あの、 非常にその内側の心の静けさみたいな、内なる静けさみたいなものを整える。つまりその心をとってもシンプルなシングルなフォーカスですね。にキューッとこう持ってって、一日をスタートしていくとスッキリするタイプとっていうのは、二通りやっぱり、あの、いるんじゃないかなと思います。特に後者のタイプにとっては、やっぱり、 この瞑想というか、静かに心を鎮めるっていうことを、えー、しあのやっていくと、まさにその心の片付けになるんじゃないかと思います。つまり、1日2日別に瞑想しなかったからといって、あの、突如ガチャガチャするわけじゃない。ところがそれが10日ぐらいやらないっていうふうになっていくと、心の その意識みたいなものがこういろんなものにこう分散してるいろんな気がかりだとかいろんなやらなきゃいけないことにこうわーっとこう頭が持ってかれるとうん結局その散らかった部屋にいるのと同じような形でなんか落ち着かないなみたいな感じですね。私は少なくともそういうタイプなんですね。なので朝あのシンプルにやってることっていうのはあの15分ですね。えー、この ただ、あの、始める前としては、もう、あの、儀式として、ただ、シンプルに、さあ、始めようということで、えー、タイマーを持ってきて、で、15分、設定して、で、まあ、いつも、こう、仕事場で、えー、やってるところだと、ちょっと、周りの音とかもガチャガチャしてるんで、まあ、少しちょっと静かな場所に行ってですね、15分ポンと置いて、で、ちょっとあぐらをかいて、えー、深呼吸をしてです、そして、あのー、まあ、瞑想。 っていう風にするということですね。まあもちろんその儀式みたいなのがあってこう、まあ自分の中でこう静けさをこう、えー、自分の内側に、え、広げるとか、まあいろんな子はあるんですけど、まあただ、その瞑想のやり方はいろいろだと思います。座禅でも何でもいいと思うんですけど、非常にこの静かな15分ですね。もう本当に平和な何もない静かなノイズのない15分というものをスーっとこう過ごして、で、そして、それはもうまるで、 こう、スキューバダイビングやったことがある方だったらちょっとイメージしていただけるといいと思うんですけど、あの、まあ、やられたことない方はイメージでいいんですが、海の海面ってすごくガチャガチャしてるんですよね。こう、波がこう、わーっと,ところが、あれがこう、どんなに荒れてる海の中でも、こうスキューバダイビングしてこう、スーッと5メーター、10メーターっていう風にこう、入っていくと、もう波の表面のあの、ざわつきなんていうの、嘘のようにですね、静かな世界に入っていくと思うんですよね。 で、海の結局静かなところに入っていったら、表面のガチャガチャしたものっていうのは、もう、あの、所詮は海面の話だって、こう静かな世界に入っていくと、まあ、そここう、海のこう、世界が広がっていくと。で、心の世界にも、まあ、非常によく似ていて、 うん、心もいろんなあの突発的なこと、気がかりなこと、今日やらないといけないこと、いろんなものにこう、あ,あの人がこう思われたらどうしようとか、いろんなことにこう気がそぞろになっているとで。そういうものを一回こう突き抜けてというか、そういうものから離れていくっていう感じですね。それ離れて、とってもこの静かなあの世界にふーっとこう15分入るとで。その静かな15分をドタバタ劇を始める前に、一回スーッとやると。 それって、めちゃめちゃ忙しい時って、いや、その時間15分ももったいないっていう感じするんですよね。で、でも15分なんて正直言うとメールやってたりとか、資料作ってたりとかするとあっという間に過ぎるんです。ところが瞑想をやる、何もしない時間に15分使うっていうのものすごい心理的にもったいない感じがすると思うんです。やってる最中ですらそう思うんです。でも、それは非常にもう、うん。 だからこそガチャガチャしてると。もうガチャガチャ慣れてるんで、あまりにもその、こうシンプルな世界とか心、ここの何もしない時間に入ることの、こう、手持ちぶさた感とか、達成感のなさとか、ざわざわ感に耐えきれないと。で、それはもう相当、うん、それに習慣なりすぎてるんで。でそれ一回は、そういうものから離れて、とっても静かな、 世界。自分の心の中にこう静かな世界を作り出す。その例えばじゃあ長野のこう、えー、どうでしょうね、こう、山奥の静かな、えー、旅館とかに泊まったりとかした時に、こう、聞こえてくるような、そういうふうな静かな感じ。まあ、あのー、どんなイメージでもいいんですけど、心の中にそれを作ることは、めちゃめちゃ都会にいてもできるんですよね。で、どんなに忙しい日でも、 しっかりと、ふとこのやっぱ瞑想できるようになってくると、超平和で静かな心持ちから一日をスタートすることができる。そうすると、全体として平和で静けさというか安定した気持ちで、えー、日々を過ごすことができるなっていう感じがあります。それがどんなに忙しい日だったとしても、その瞑想からスタートすると、非常にその自分っていう運転席に座って、 ハンドル握って運転してるって感じがある一方で、うんそういうのがなく一日スタートしてる時っていうのは、なんかこう自分がこう運転席に座って運転してるのかしてないのかもよくわかんないような、なんかふっぽわした感じっていうのが心理的にあるんで、あの、やっぱ忙しい時ほど、ん、あの、私もできない日が、 あの、続いたりとかした時と、やっぱりこれをやった時に、改めてこれ、昨日も、も、もっと寝ようっていうのをやりましたけども、あの、やっぱり時間ないと何んかこう、ないがしろにしてしまうがゆえにですね、何十周も回って結局、これなんだよなっていうふうに、自分にとってセンターピンとなる習慣っていうのは、いくつかあるわけですが、私にとっては、やはり、この静かな瞑想っていうものを15分、 朝からやるということですね。まさにセンターピンだなというふうに思います。これをやれるかやれないかで、心の、う感情のクオリティって言ったらいいんですかね。やっぱり心が非常に平和な、静かなところからスタートできると、静かな作業ができるんですよね。うん、例えば、朝からじゃあ、その、えー、集中して、ちょっと骨太な、えっ、ー、と、こう、古典だとか、あの、 源氏の、今だったら物語だとかですね。そういうのをこう、がっつりと読めると。で、がっつりと集中さえできればなんですが、その後集中のリズムっていうのはつきやすいと。でそういうのがこう、できずに、睡眠が足りてなかったり、頭がガチャガチャしてると、あの、どちらかというと、こう、ガチャガチャした作業っていうか、瞬間的にパパパパパッとできる作業は手につくんですけど、深い集中をディープな ディープワークですね。ディープワークはできないんですよね。でまあ、さディープワークをするためにはやっぱりしっかりと寝る、もっと寝るっていうことと、こういう瞑想みたいなこうシンプルな、こう、フォーカスした深い集中の心持ちっていうものができると、まあ、その後、私の場合では午前中っていうのはクリエイティブタイムにしてるので、クリエイティブタイムっていうのはすごく生産性が上がるなっていう感じがしています。まあ、あの、私にとっても、やっぱこれは瞑想っていうのは、 かせない習慣ということで、非常にこう。シンプルだけれども、インパクトが波及効果が大きい、二つ目の習慣としてはこれを挙げてみました。ただ、これはですね。瞑想はやっぱりやってみて、あのそういう時間っていらないなっていう人とやっぱめっちゃ大切だっていう人はこう別れると思います。なので絶対正解な普遍的な習慣ではないので、あのあくまで。 あの、私が重要だと思ってる、ものということで、あの、まあ、今回瞑想というのを紹介しました。だから、あ,あそういうのを、やっぱし、平和で静けさを味わって一日をスタートしたい。心の平穏みたいなものを感じで一日をスタートしたいという方は、不安でしんどくて多忙の時ほど瞑想できないんですよね。やっぱり心理的にも、なんか意欲的にもできない。でも、逆に言うと、 瞑想を一つのバロメーターにする。瞑想すらできにくいぐらい体が凝ってたりとか、疲労してるときっていうのは、瞑想することでそのバロメーターがわかります。例えば睡眠の質が悪いなっていうことって、ふとすると寝たような寝てないような睡眠の質なのかな、体の疲労なのかなってよくわからないんですが、瞑想すると一発でわかります。深く入れないんですよね。睡眠が取れてないときとか、体が疲労してるとき。で、スーッとこう体の、まあ、 ボディスキャンというか、この体の感覚とかっていうのを深く味わいながらやってみると、心がどのぐらい乱れてるか、体がどのぐらい疲労してるかっていうのは、こう、瞑想すると一発でわかる。つまり、その今この瞬間という自分につながるっていう、この今この瞬間の自分にガッとつながって一日をスタートすると、非常に、まあ、 いろんなバルメーターも分かるし、まあ、深い集中の仕事がしやすくなるということですね、まあ、特に朝から一仕事集中したいという方にとっては、えー、おすすめかなというふうに思いますということで2つ目の、えーえー、習慣ということでご紹介してきたのは「瞑想」ということでしたでは今日はここまでにしたいと思います今日も一日頑張りましょう習慣化コンサルティングでは身につけたい習慣の実践率を高めることができる「習慣化オンラインサロン」 習慣化の実践コーチングができるようになる H.R.P 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。